哦，终于有的有彩色了，还是果然还是彩色的比较好。哦，看到了。OK，这边应该又是射靶的吧？あのね、あのね、ねえ、まとめてしようよ。OK。什么？うわすごいね遊んでくれてありがとう这是第28只所以还剩2只但是可能还是得靠占卜了吧嗯大家到哪去了啊嘞，博士呢？还是已经在车站了？哎、欸，也没有，哎、欸，有黄钻。OK，但是博士呢？呀，哟，哟，啊，原来大家在那里，为什么？不是要去涩谷商店吗？ここにはいないみたい。じゃあ次は高架下広場に行ってみようぜ。僕たちがあそこにいると思ってお別れに来るかもしれないしね。为什么？那是哪里？我直接传送过去会不会比较快？这游戏不错哎，它有确实的把 NPC 要去的下一个目的地给做出来，不像某些游戏 NPC 就会突然消失了，或者是一转黑，他们就已经在那边了。不过山鼠鼠爬山爬岩壁这件事情可能就办不到了。ここにもいないか。博士はどこにいるんだろう？もしかすると船に乗っていくんじゃないか？アメリカだもんね。じゃあ港に行ってみようよ。要去美国要搭用搭船的吗？是要花费几个月？さすがにアメリカまで行ける大きな船はなさそうね。このままだと博士がいなくなっちゃう。どうしてもお別れの言葉を言わなくちゃ。あ、お、なんだ？火車站。駅だ。駅から列車で空港まで行くに違いないよ。というわけで有力候補は大松空港へ向かう列車か。急いで駅へ行こう。うん、間に合わなくなるよ。他们三个被这个诗人给卡住了。笑死！哎，哦。今日は列車の運転士のお話をしよう。没有要问你。どんなお話が聞きたい？はい。原来是要跟他们讲。啊！はい、博士が列車に乗るところだぜ。博士、もう発車なんじゃない？他竟然没听到，还是他故意的。踏切まで行こうぜ。叫这么大声，竟然没听到。喂，博士！博士！先生！せーの！行かないで！竟然叫他不要走，还以为要跟他说再见。渋谷博士から聞いた話では、僕たちの声は彼女に届いていたらしい。
博士也太无情了吧，就这样子走了。是说他的商店为什么还是开的、啊、是谁在开？好可爱、啊。一起再去啊！俺も連れてって欲しかったのに。他们三个就在那边苦苦脸站在这里了。好吧，博士有数年后，也就是说主角数年后还是有遇到博士。嗯。イメージ通りの花火を打ち上げることができた。原来是这样的笑脸，吓我一跳。お前のおかげだ。ありがとう。え、僕新作花火は何も手伝ってないと思うけど。そんなことはない。そうだ少年。俺の新作花火さんにかっこいい名前をつけてくれ。向日葵大爆炸，月球旅行号。怎么都不怎么样啊！命名，ひまわり大爆発25号。よっしゃ、命名いただきました。ちゃんちゃん。あと壁に貼られたポスターで花火大会の進行予定を考えるのもお忘れなく。OK。哦，贴纸 ，nice。可是感觉要至少要到四个大贴纸才能挑战灯塔。今天那个接待小姐不在。ようこそ我が調理。哦，要在演奏会出场。哎，对哦，今天是演奏会。もしかすると一人で全部やってるってこと？確かに少ないね。ねえ、僕。ん？僕は。これで裏山に落ちた飛行機は全て揃ったようだ。おめでとう。化石が揃ったので博物館から金一封がもらえた。他都没赚钱，他哪来的钱？政府吗？博物馆应该是公营的吧，所以是政府的钱，是人民的纳税钱呐。ねえ、僕。これでアンモナイトの化石は全て揃ったようだ。これでこの地方の化石はすべて揃ったようだ。イエーイ。すごいな、サトル君。本当におめでとう。化石が揃ったので、博物館から金一封がもらえた。うわ、すげえ。なんと素晴らしいレインボーダイヤでしょう。哇，还挖到一个红钻，赚翻啦！那就看看完整的化石区吧。哦，すげえ！飞机化石也太好笑了吧！而且我是怎么把它搬回来的？这应该超大的。我的口袋真的是太厉害了。现在才发现昆虫区后面那个完全是背景，有点没诚意耶，这个昆虫区。比起动物森友会的昆虫那个展示还要太差太多了。他们三个整天就站在这里哭哭。取材をするといかにもジャーナリストって感じよね。あ、ジャーナリストって知ってる？過年是写书的人。それはジャーナリストじゃなくて、じゃあね、またねでしょ？そうだった。什么？じゃあね、またね？他又不是说小说作者。それはジャーナリストじゃなくて、ジャージャーメンでしょ？なんでわかったんだ。まあ当然知らないよね。お姉ちゃんは知ってるの？うん、全然わかんない。では、じゃあね、またね。はい、じゃあね、またね。到底是充斥着什么奇怪的冷笑话？
これはフォスター作曲スワニー川、別名故郷の人々。これを公園で聴くのもなかなかいいもんだ。なんて美しいメロディー。ふるさとに残してきた妹を思い出すだよ。妹さん一緒に暮らしてるだろう。毎日弁当を持たせてくれるだろう。我叫妙子，写出来就是女生很少的孩子啊？为什么是女生很少的孩子？因为是妙吗？他又不理我了，这个家伙实在是。怪しい。什么东西这么可疑？从头到脚都可疑。从头到家？从头到脚？什么偷到家也太难听了。帐篷有这么可疑吗？不不不，可疑的并不是帐篷，可疑是我眼中所见的一切。啊？话说又说回来，真是可疑，有多可疑就可疑。这家伙该不会其实没有什么很深的故事吧？就是一个可疑的存在。はい、毎度あり。はい、おしまい。啊，得到长濑先生的玩偶、哦。那是他画出来还蛮可爱的。今日シビア博士が外国に行っちゃったんだ。本当？私も小学生の時シビアさんが担任だったことがあるけど。纯子竟然不知道。本当にいい先生だったな。博士は先生じゃないよ。探偵団の博士だよ。もしかすると知らなかったの？小学校の先生だよ。確か陽介や秀子ちゃんの担任なの。あれ？ということは学年が同じだから、サトル君の担任でもあるわけか。我又没在这里上学。だから彼女は僕に夏休みの絵日記帳や色鉛筆をくれたのだ。残念ながら一度も彼女の授業に出ることはなかったけど、僕は確かに彼女のクラスの生徒なのだった。这样子也算是一个学生。じゃあご飯を食べましょう。今夜は鶏手羽元の唐揚げです。夏野菜のきんぴらもつけました。では皆さんいただきます。ごちそうさまでした。僕ペングの山の山頂まで行ったんだ。そう言おうとしてやめた。大人でさえ行けない場所だということを思い出したからだ。为什么这样就不说？这样也可以讲啊。すごいすごい。OK， 四星了，就可以买东西了。现在很多钱。こんばんは。那个马戏团明明有很多角色，为什么拉奇先生会选择丑角？我自然是团员中最适合丑角的人。反过来说，如果我负责高空荡秋千，托克托克来担任丑角的话，感觉不会很怪吗？ところで今日は何か用事があったんじゃないですか？有。おや、すでこれ。已经有所有的新曲了。道具。ではな。哦，车轮，好贵。巨大表演装置，小拉夫与托克托克搏命演出，绝对能令观众爱不释手。车轮。总之就是买了吧。好贵。但还好我钱多。よろしい。やった。服装呢？长濑先生哦，长濑先生的服，这是他是只有吊带裤，是不是？吊带裤换色而已，是不是？不过这样子我们就整个马戏团就变成红白红白黑一整套了。どうします？はい。では、やった。好。这样就没问题了。占卜一下，应该小拉夫应该没有新的对话了。
对啊，他没有新的对话，来占卜一下作夫童子的位置。というわけで、よっしゃ。またまた隣町新聞号外担当の田畑です。今日も本当に素晴らしい演奏でした。ありがとう。そう言ってもらえると励みになります。ところで、新聞記者としてはどうしても気になることなんですが、あの後オリジナル曲を作る話はどうなりましたか？幻サーカス団から依頼があったんですよ。一応すごいのを作りました。うわ、本当ですか？うん、ぜひサーカスでご覧ください。なかなかすごい曲ですよ。虽然我后来都用 DJ 的曲子。このコラボはもしかすると、もしかすると号外が出せるかもしれないぞ。というわけで、引き続き皆さんの町民楽団を応援していきますので、よろしくお願いいたこちらこそ。いや。やあ。广告。五千打。哦。久等了，关于广告，我做了一个所有火车乘客都能一定看到的大看板哦。原来那个看板有一个是为我准备的，为了我们马戏团准备的，让你待会能亲眼确认看看。嘉奖，这个广告应该是我目前做过最好的啦。嗯，哦，逆奖，谢谢你。好，感觉我久违的有能做自己坚持的工作，谢啦。哦，看到了，哎，这看板还不错呢。哟，不错不错。怎么觉得好像少了两个人呢？明明那两个人也是团员。哎呦，大家在这里啊，还在想念博士吗？渋谷博士，还真的耶，而且对话也没变呢。間に合わなかったの。みんなで駅で見送ればよかった。为什么只有我没有任何表情？阻止他开车了。哇，为了我停下来，太危险了吧？是说我太危险，还是他太危险？なんでこんなところにいるの？たまには麓に降りてきて、近くから町の明かりを見たいと思ってな。そうなんだ。もうじきこの20世紀も終わりを迎える。その時我々大人は子供たちに何を残せるんだろうか。どういうこと？大人は20年後の世界に向かって畑を耕したり種をまくことができてるだろうか。お前が大人になった時、多分その答えがわかる。不要跟小孩子说这么沉重的事啊。お風呂のお湯が減ってることがあるらしいんだけど、なんでだろう。あ、それこの前俺も経験した。なんだろうね。トコトコくんの前に入ってたのは誰？永瀬さんかな。も？得到了新的色铅笔，是涩谷博士送给我的。涩谷博士去美国，哎，博士有探出头来吗？实际上没有，想说他怎么那么无情，其实他有吗？涩谷博士去美国了，大家 一起呐喊博士，我们该不会其实都是博士改造制造的改造人？哇，什么东西？成功了举办烟火大会，大片的花朵在空夜空中绽放。烟火完成了，我替新的烟火取了名字，烟火很棒的，很有梦想。
这样的话画两篇呢。我把坠落在深山的飞机修复完成了，是一座巨大的模型飞机，要是把它修好就能飞上天空吗？我收集到所有的化石了，并排在一起的样子真是魄力十足，仿佛来到了古代的地球。收集到所有的菊石化石了，就这样全部凑齐了吧。这是我听乐团演奏三首曲子的纪念，礼拜天的公园中飘扬着动人的旋律。原来涩谷博士其实是老师，而且还是我的班导师。我该怎么称呼他才对？不但是博士，同时又是老师，真是了不起。他才不是你的班导师嘞，你根本没有，这边也没有学校吧？是说他把博士画得很可爱。博士其实眼睛很大。我收集到所有马戏团道具，要是这样还没人来看就太可惜了，请大家努力吸引客人上门吧。我收集到所有马戏团服装，可不能让别人知道里头夹杂了一件色色的内衣。 What? 什么？什么鬼？有伙伴的感觉真开心，报社记者来采访了，乐团所有成员，又差点又讲成乐园。哇，今天还发生真多事啊，不过算是收集了很多支线。三叔叔，能让我搭一层搭车？不行，跳不上去，好难。他的路线会被我影响吗？会是会啊，但我没有办法准确的跳到他身上，太难了吧？感觉好像其实没判定啊，他那个箱子没判定。うちの花火のスポンサーになってくださいよ。あ、原来他还在找赞助。そもそもうちみたいな貧乏サーカス団に声かけちゃダメ。そんなに貧乏なんですか？例えばこのテント。全部イリュージョンなの。幻。原来如此。そいつはすごい。就这样子啊。那我可以赞助你，如果你需要钱的话。さっきのはもしかしたらジョークですか？何のことかな？但是我有钱，他也不让我赞助他，好奇怪。你早点问我嘛。嗯，怪しい。哦，他们两个和好了，然后呢？久しぶりのファニー、楽しかったね。うん。ファニーっておもちゃ屋さん？そうだよ。でも。小学生の時と比べてあまり楽しめなかったかも。あ、私も同じこと考えてた。玩具店老板如果听到这个不知道作何感想。こんにちは。我的声音怎么从左边来？小物主玩。我想听爸爸说你最擅长的民俗学的事情。嗯，我也是。很好，从今天开始我就一点一点说给你们听吧。那么民俗学的入门篇，民俗学是什么？一般人的生活文化不会记载到，历史学家读的书上，而民俗学就是负责调查这些事情。原来如此，这边这样就入门篇了，再来了。虽然我说了原来如此，但我还是听不太懂。那我再换个说法好了。调查历史书上没有记载的人民生活以及文化，就是民俗学。原来如此，这次你有听懂了吗，秀子？博士虽然离开了，可是他的店还开耶，是谁在开啊？博士，
感觉跟博士没有太多交流，他就走了。话说回来，民俗学指的其实就是不会被特别记载在史书上的事情，因为太过一般普通了，所以大家就不会特别去记载，这就是民俗学吧。我想继续听你为什么经营电台的故事。可以哦，这里以前有一个叫做高气压广播的电台，真是非常易懂的历史。就是说啊，就这样，你一段话也太短了吧。飞山明明很擅长编故事，为什么要留在马戏团？一开始是小拉夫的爸爸邀请我去负责做杂事跟编排演出。小拉夫的爸爸也经营过马戏团吗？是哟。没错，小拉夫的爸爸就是常赖的师父哦。哪尼？啊咧？曾经待在马戏团的是飞山的姐姐吧？但你感觉很熟悉马戏团的事啊。没关系啦，这没关系。小雾是真的没认出来，还是他故意的？啊咧咧？高气压变成低气压了吗？就是这样，毕竟我可是风云人物啊。就这样，飞扇，这家伙一点魅力也没有，你赶快逃离这里吧，自己去开一个电台广播算了。ねえ、僕ちょっと珍しい魚を釣り上げたんだけど、見てくれるかな？有钓到稀有的鱼啊。僕は博物館の館長に。我自己都不知道是哪一只啊。館長どんな魚でしたか？これはやった！50センチ以上のホウボウ。これらの魚は非常に貴重なものなので、ぜひ当館で展示させてください。僕は釣り上げた魚を展示してもらうことにした。博物館から金该、okay. 那时哦，四张大贴纸了。ねえ、僕ちょっと珍しい虫を見つけたみたいなんだけど。哦，还有稀有昆虫啊。珍。僕はのトゲアリだと思います。四级山蚁。とてもとても貴重な昆虫。那个背上有那个的吗？僕は捕まえた虫を展示してもらうこと。那时。赞呐！一口气得到两个贴纸，赞！渋谷博士のこと、先生だって知らなかったのはびっくりしたな。因为没人跟我讲啊。だって夏休み勉強セットを届けてくれたのは彼女だもん。あと彼女は小中学校でうちの妹と同じクラスだったの。可是博士。既然身为小学老师，连跟大家道别都没。托克托克为什么站在这里？哇，ラブちゃん、なんて可愛いんだ！啊？真的听得到啦？え、聞こえてるって？それは最悪オブザイヤー。最悪オブザイヤー。你们两个感情很好吗？仲がいいといえばいい。でも悪い時もある。仲良しに限界があるってこと？まあそういうことなんだ。本当はアンリミテッドな存在になりたいんだけどね。没有限度的关系。あばよ。昨日の演奏会みたいに自然の中で音楽を聴くのが好き。ああいうところで聴くと、なぜか音楽は宇宙と一体になる存在だと思えるんだよね。用小学生也能听得懂的说法告诉我。何もかもが宇宙の物理法則の中でぐるぐる回ったり、讲到宇宙就不懂他在讲什么。場合によってはもつれたりしてるのよ。わかりやすいでしょ？为什么是在大自然围绕下？それは私にもわからない。でも何かが違う。それははっきりとわかる。さて、今日のあなたを占ってみる？啊？纯子怎么在这里？あれ、どうしたの、純子ちゃん。ちょっとだけ偵察に来たのよ。何を偵察？なんでそんな陽介みたいなことしてるの？え、
陽介くんもサーカスに入りたいの？你想要加入马戏团？それってもしかすると？你想在马戏团表演吗？まさかサーカスがやりたいのかな？うん、実は興味があって、でも私は新体操しかできないし。中に入ってサーカスが見たいのかな？それなら前に。おね、そんなわけないじゃない。もしサーカスに出てみたいなら新体操でもいいよ。でも永瀬さんやトコトコくんが許してくれるかな。お、僕明日の晩ご飯にでもみんなに言ってみるよ。还要到明天晚餐。いずれはサーカス団に入りたいってことだよね。うん、まだそれは決められないけど一度体験してみたいな。ちょっと恥ずかしいけどお願いします。有新团员是不错，而且小拉芙也会很开心。可是我以为他想要当文学少女，竟然会想要做马戏团的团员。啊，你们怎么不是？你们怎么每天都在写什么？ガイドブックの取材だと言ってたけど。そうです。そしてパーフェクトガイドの他に飲食本も出る予定。本の名前は？ザ・レストラン1999よもぎ町を食べ尽くそう。町が食べ尽くされちゃうのか。イナゴのような本だな。我觉得好像是没有什么营养的对话。虽然全程配音，但是不是很有营养的对话。昼間はまだまだ暑いけど、夜こうやって風に当たってると真好、涼しくていいね。真好啊！而且没有蚊虫叮咬。佐藤君は8月いっぱいでいなくなってしまうのですよね。そういえば、そうだったよ。寂しくなりますな。うん。その時のマスターはなんだか本当に寂しそうだった。次の世代にしっかりとこの星の姿を目に焼き付けてほしいのです。パパが若かった頃。夏になると毎日天狗の山に登っていた話。他在哭吗？最後はやめちゃったなんて。真的耶，他在哭。ヒデコもそう思う？うん。だってどんなに一生懸命にやってもいつかは終わりが来るってことでしょ？まあそうだな。それにしてもあの時つけられたニックネームは一体何だったっけな。思い出せないの？うん。でも大昔のことさ。もう思い出さなくてもいいんだ。心の片隅にあの時の温かい気持ちがまだしっかり残っているからね。秀子听得懂这段话吗？夏梦，为什么主角没有办法讲出来呢？诶，节目表变成五项了，是不是？可以来看看死亡之轮是怎样啊？死亡之轮。大きな花が咲く変な車輪の登場です。哇，好厉害。可是没有发光可以成功吗？哇，真假？哦，知道了，那是赞耶。居然没发光。今宵の幻サーカス団楽しんでいただけましたでしょうか？我觉得比起马戏团就比较像是特技表演吧。本日はお越しいただき誠にありがとうございました。素晴らしい幻サーカス団、今宵も夜霧の露となり輝きながら消えてゆく。さようなら。哦，那时候大概在两场就可以了。这是收入有够少的。算了，我也没做什么事就是。啊？こうして公演が終わった後の静かな時間は最高だぼ。どうして？今日はもうサーカスしなくて済むからだぼ。別代表下班です。明日もあるよ。明日は明日の風が吹くぼ。そういえば、サトルはなんでサーカスしないんだっけ？僕もよくわからないんだ。まだ子供だから働いちゃダメって話もあるし。あ、そうか。やってもいいって話もある。私だって中身はお子様なのにな。服を脱いで裸になったらってこと？いやいや、中身ってのはそういう意味じゃないよ。男子小学生は本当にデリカシーがないな。
たまにうちのサーカス団にスポンサーになってくれなんて言ってくる人がいるんですが、どうすればいいんでしょうかね。这要求太过分了。私もそう思います。例えば花火屋さんだったら花火大会のスポンサーになってくれってことです。そんなお金ないですよね。就答应他吧。どこにそんなお金があるんですか？もしや隠し財産が？ところで今日は何か用事があったんじゃないですか？我如果没有私房钱的话，我要怎么改善马戏团的这些装备啊？真是的。坊ちゃん。我が幻サーカス団はすでに全ての道具、機材を購入しております。素晴らしいことです。そうだっけ？整座马戏团帐篷其实都是幻象魔术的幻影。拉奇先生真厉害啊！哦，他选的颜色还真梦幻，还真的有幻影的感觉。我抓到了次级山蚁，把他抓去博物馆。钓到了一条好大的极黑角鱼，把它拿去给博物馆的人看。纯子姐姐来到马戏团帐篷侦查，她说想在马戏团的舞台上表演一次看看，所以她不是永久的，她只是想要稍微看看而已。秀子的爸爸想不起来以前别人帮她取的绰号，那已经是好久以前的事了。得到了马戏团道具死亡之轮，他旁边还画了一个自己，一个小小的自己。听说是非常危险的表演，使用时必须注意安全。这是长濑先生特殊服装，红色头巾很好看，的确蛮好看的。小拉夫，你最近白天都在这里做什么？我很喜欢星星都在这里思考宇宙的事情哦。哦，你是只用来占卜的星座吗？不是不是，我通常都是在反省自己，比如我昨晚画的银河应该挺漂亮的吧，我好像算错了数量，不小心让太多流星落下了啊。我在想的都是这样的事情哦。好好哦，你高兴就好。小拉夫，你果然是很厉害的人。さて、今日のあなたを占う。よっしゃ。说起来，小拉夫为什么都不太出门啊？他讨厌太阳光，他是吸血鬼吗？哎，我现在才发现主角的身体晒黑了，脚却是白的，因为穿鞋子的关系。这一点点小细节还不错。高原的树旁沉睡着重要的东西，听起来像是天狗的宝物吧？这颗？这么多树，谁知道是哪一颗啊？如果说是高地，也许是上面一点的地方。可是占卜这几天都没有给我做副童子的地方。有点失望。这个吗？树旁边。OK。这里要去鉴定了。这里应该没有别的了吧。绕了一圈。看来是没有别的可以挖的地方。应该就这个了。牛肉丸的小太刀。真是不可思议，为何有这东西？哦，好帅啊！可是为什么博物馆不收藏这个呢？天狗的宝物啊，果然是天狗的宝物，成为牛肉丸使用的小太刀。这么珍贵的东西为何会出现在这里？而且博物馆还不要。とにかく素晴らしいものなので。对，他真的不要哎、欸。大切にしてくださいね。好奇怪。おめでとう。ねえ君。あれ？
很轻，总觉得像是假货。天狗的宝物其实收集到现在也四个了，其实也剩三个了，搞不好收集完有什么。但是我要从何找起啊，完全不知道啊。果然都要用占卜的吗？可是只没感觉没剩几天了耶，这样真的可以吗？现在能挑战了吗？能挑战灯塔了吗？还是有点微妙哎，总觉得这个速度。好像真的差一点点，好像可以哦，有机会。有机会，有机会，上去了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  ，nice， 哦，赞呐、啊，终于上来了，终于征服了。我是要再爬上去。哦，有了，征服了，成功了！用手支撑全身，费尽力气才到达的灯塔顶端。从这里，能隐约看到巨大蜿蜒的山峦，仿佛在表扬自己的努力。是说这样看的话，天狗山是高很多了，但是天狗山反而没这个难爬。以前看起来特别巨大的东西，对现在的自己来说已经触手可及。事到如今才惊觉，原来自己真的走到这里了。哦，还有一个红钻。可是，虽然贴纸现在已经不需要了。OK， 然后擦玻璃。哎，要怎么擦？朝门后一看，能看到灯塔的镜片。要清理镜片吗？要。是用自己的衣服擦是不是？清理完镜片啦、啊。但是外面的玻璃一样脏啊。镜片变干净了。这需要跟他们报备吗？侦探团。那个阿守老爷爷不在。啊，他在这里。灯台のレンズがピカピカになったんだ。これで明るくなったはずだよ。え、誰がどうやってピカピカにしたんだい？それは秘密。秘密小精灵。僕はその時、自分の心の中の勲章がキラキラと輝いたことを感じた。誰が磨いてくれたのか知らないけど、ありがたい、ありがたい。成功了。我还没试过游泳，原来游泳变这么快啊，好快，好像在跑步一样。哦，这边有个洞，而且石头好可怕，竟然有这种地方。哦，有东西。哦哦，天狗的竹枪啊！哦，
虽然是手枪，但仔细看会发现用的是塑胶子弹。塑胶子弹，那个时候就有塑胶了吗？而且拿来当用弄成子弹，这个洞的外观也太酷了吧！一直没有来到这个区域，所以没有发现。怎么有种恐怖游戏的感觉的洞？在岩石的夹缝间，看起来快要崩塌的地方，画着天狗跟一个少年。虽然当时完全没有想过，但搞不好是出乎意料的具有历史价值的壁画。因岁月而褪去的颜色，紧紧虏获我的心，绝不松手。不过看来没有什么故事或是剧情会带到这个壁画，所以就自己来调查。上面还有什么吗？養蜂場の取材って何を聞けばいいのかしら。蜂から蜂蜜を取るとこだよね。うんうん。だったらまずは蜂蜜をもらって舐めてみたらいいんじゃない。確かにそうかも。名案でしょ。でも食いしん坊だと思われないかしら。蜂蜜を1リットルとか飲まない限り大丈夫だと思うよ。わかった。1リットル1リットル覚えておこう。1リットル。是说万一不好吃怎么办？蜂蜜不甜，完蛋。什么？这边竟然有？こんにちは。ねえねえ。ねえ、遊ぼう。完了。遊んでくれて。ありがとう。玩完了。OK， 这样子什么？只剩一只吗？只剩一只了。最后一只会在哪？啊，那边竟然有厕所！竟然有流动厕所。虽然说他讨厌太阳光，但他可不是什么吸血鬼哦！啊，原来有后续啊！他比较喜欢月光，这样啊。僕、多分珍しい魚のアカナマダを釣ったんだ。すごいな。でもどんな魚かわからない。実は僕もそうなんだ。じゃあご飯を食べましょう。今夜はズバリ。麻婆豆腐と餃子です。では皆さん、いただきます。ごちそうさまでした。ねえ、いきなりな話なんだけど、純子ちゃんがサーカスに出たいって言ってるんだ。出てもいいでしょ。ごめんなさい。やる前にいきなり謝られても困るな。あなた新体操ならできるでしょ。ステージの上で新体操をするだけなら危なくないし、いいんじゃない。そりゃ名案だ。いいよね永瀬さん。那他也会失敗跟成功。じゃあ今夜でも明日の夜でもいつでもいいから、使う道具を持ってテントにおいで。うん。悟も見に来るんだぜ。うん。我觉得主角好像越来越黑了。你在马戏团表演会紧张吗？你这不是你自己要来表演的吗？诶，我没在马戏团表演过，我不知道。那心脏会不会扑通扑通的？就说我不知道了吗？会不会砰砰砰，然后咻咻咻的？这次我是真的不知道你在讲什么了。哈哈，抱歉抱歉，跟小物聊一聊之后我就不紧张了，谢谢你。可是他有戏服吗？还是他可以穿小拉夫的服？所以会有纯子的玩偶吗？はい。さてと、どんな用事？还没表演，应该不会有。来表演吧，纯子。これかな。
立ち会い、寄っておいで、見ておいで。今宵お目にかけますは、夢かうつつかスペシャルゲスト、その名は純子ちゃん。大家怎么都没有经验啊？さてさて、まずはトランポリン、共に白髪の生えるまで。ものを見るイリュージョンの開幕です。可以成功，看到闪闪发光 就安心。次はフレッシュ新体操、純子ちゃん頑張って。哦，虽然好瘦，但是还蛮可爱的，而且还发光呢。耶，成功了，那是。一个时代差がありまして、ゆわんゆよんと揺れてきた。とことこくんとラブちゃんの空中ブランコをご覧あれ。花が咲く危険な車輪の登場です。为什么这个还是没发光，好可怕啊。成功啦，但是今宵の幻サーカス団楽しんでいただけましたでしょうか。本日はお越しいただき誠にありがとうございました。素晴らしい幻サーカス団、今宵も夜霧の露となり輝きながら消えていく。さようなら。左边是给谁？是给谁保留的呢？哇，差一点就五星了。左边那一格是给，毕竟有团长跟公主大人的玩偶，难道他们会回来表演吗？今天24号，接下来有还有一个礼拜，也许他们会在最后一个礼拜回来。现在有个大问题吧？啊，什么问题？纯子在马戏团表演了吧？哎，那为什么是大问题？万一纯子之后有机会加入马戏团，小拉夫也会很高兴啊。哎，长濑先生怎么没有回答？因为这样马戏团你就会多一个有可能比我更受欢迎的强大劲敌了啵。哦，原来是这样。您真爱说笑啊，那个谁先生，不对，那个谁上，你在意的是那个啊。紧急状况，紧急状况，我有事情想问你。什么事啊？纯子是个怎么样的女生？她喜欢什么？个性怎么样？她出生的时候地球自转几周了？为什么？诶，他可是我的接班人预定，我需要了解他的一切。接班人吗？不知道纯子是不是喜欢饼干之类的。诶，というわけで占いを聞きに来たんだね。这个对我来说比较重要。明日のあなたを占って。よっしゃ。鸟居岛，住在那里的人叫做鸟居。やった。在这里寻宝是几？鸟居岛有红钻是吗？虽然我现在已经不要钱了。不过红钻多多益善，毕竟拿到就很开心。森林のカード。いやいや，哎呀，他的表演真是太精彩了！而且最重要的是，他非常可爱。的确，纯子真的很可爱。那他跟小拉夫谁比较可爱？啊？少爷，这个问题万万问不得啊！ところで今日は何か用事があったんじゃないですか？为什么？发生什么事？为什么不能问？可以问吧。那纯子人呢？啊，在这里。你换回衣服啦。纯子，马戏团。嗯，我的表演很成功。嗯，我刚才超紧张的。嗯，
也流了汗，有点黏哒哒的。哎呀呀，但是我顺利表演完了，太好了。あのね，我的粉丝一号是千春 ，OK， 你愿意当我二号粉丝吗？可以啊。难道最后一个空格是小物吗？よっ、まさか渋谷博士が本当に外国へ行っちまうなんて。僕、将来英語を勉強して博士に会いにアメリカへ行くんだ。あ、ずるいぞお前。陽介だって勉強すればいいじゃないか。英語を勉強しなくてもアメリカへは行けると思うよ。え、どうやって？飛行機に乗ればいいんだよ。这两个讲，这几个人讲话没有什么交集吗？我钓到了凹鳍冠带鱼，带去博物馆是一定是很稀有的鱼。OK， 我爬上了灯塔的顶端，我把灯塔的镜片擦得亮晶晶，黑尾鸥一定也会很高兴。What？我称霸了所有地方的顶点，心情就像是飞上天了一样。下一个目标是登陆月球。辛苦爬上悬崖后，有一幅天狗和小孩的画。我要不要也在旁边画些什么呢？やめろ。我抓到了黑无狼，把它带去博物馆吧。看起来真可爱。说这只有点刁钻呢，要抓它还有点刁钻。我已经去过好几次那个地方，它都跑掉，还是得用那个向力枪打它才行。我收集所有天狗的宝物了，今天开始我就是小天狗。要再收集多少个才能成为大天狗呢？它画的那个运镜还蛮厉害的。为什么印章是盖在右下角啊？我抓到了景春象，把它带去博物馆。难得有这么漂亮的昆虫，把它带去博物馆。纯子参加了马戏团的表演，纯子姐姐的登场将今晚的马戏团气氛炒热到最高点，真是太棒了。长濑先生遇到了强大的竞争对手，他似乎很欣赏纯子。如果两个人同台演出，就变成美女与野兽了。哇，真的有红钻呢 ！Nice， OK， ねおねしたものが見たいな。什么？这它就是最后一只，可是我要放什么进去？终于找到最后一只了，但是要放什么？这扭动是鳗鱼吗？我要在这边钓鳗鱼，我明明就有好多只鳗鱼。扭动！哇，怎么又一只这个？Oh my god！ 哦，原来是章鱼啊，我有章鱼。ありがとう。全部找到了吗？那是不会有第40次了吧？总觉得这地图应该没了啦。
没了，全部三十只，终于找到了，太好了。好，那今天的盛夏时光就先玩到这里吧。感觉剩下最后一个礼拜不知道主线会怎么演，但是其他支线一些任务都解得差不多了，只剩下图鉴而已了吧。副任务应该都差不多解了，就剩主线看怎么演了。感谢各位收看，我们下期再见，大家拜拜。